おはようございます。おはようございます。これより総務常任会を開きます。三田委員は地産です。本日の会議録署名委員に山本委員と高橋委員を指名します。それではこれから一件の請願について説明を受けることといたします。政第10号消費税率 10% 増税の中止を求める意見書の提出を求める請願を議題とします。紹介議員及び請願者の説明を求めます。はい、持ち上げ、皆さんおはようございます。おはようございます。早朝より、ご覧いただきまして大変ありがとうございます。請願の内容は消費税率 10% 増税の中止を求める、請願なんですけれども、消費税の議論そもそも論というよりも 8% に上がって非常に暮らし向きがいいなったのか悪かったのかというと、どちらかといえば悪くなっているかなと私たち感じておりますが、さらにこれ以上増税されますと経営もそして暮らしも立ち行かなくなるんじゃないかなという心配から、 10% 増税はぜひやめてもらいたいという緊急的なですね、請願となっておりますので、議員の皆様にはぜひその趣旨を汲み取っていただきまして、よろしくお願いしたいなというふうに思います。なお、こういった形で意見を述べさせていただく機会を議会の皆さんから与えていただきました。本当にありがとうございます。これから隣にいます立川さんの方から趣旨説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。座らせてさせていただいてよろしいでしょうか。はい、結構です。お座りください。おはようございます。おはようございます。次回の皆様、この度お忙しい中、私たち の息を伸びる機会に与えていただきましてありがとうございます。私は柏崎民主商工会の一応会長を務めさせていただいています立川隆和と申します。これより請願の趣旨を意見を述べたいと思いますが、よろしくお願いいたします。お願いします。消費税率 10% の中止を求めます。安倍政権は社会保障と税の一体化のもとに、今年4月から消費税率を 5% から8% に引き上げました。そして来年10月から 10% を予定しています。先般政府は発表した4月から6月期の国内総生産 GDP は安倍政権の想定内の範囲どころか税率加算で 7.1% 減の大幅な後退になりました。特に個人消費の落ち込みは1994年以来の20年間で最大の悪化になり、深刻な状況が現れています。この結果を受けてある内閣官房参与本田逸郎静岡県立大教授は共同通信のインタビューに応じ、2015年10月に 10% 引き上げの難しいのではないかと慎重な見方をし、その理由にとして再増税が景気のリスクが大きいと懸念を表明しています。時事通信が8月に実施した世論調査、消費税率 10% への引き上げに 74.8% が反対です。その理由は家計に負担がかかると答えています。多くの中小業者や市民は4月の増税以来、物価上昇、収入減、社会保障削減の30区に強いられています。また中小業者は売上減、経費増で経営が逼迫する状況に追い込まれています。そのため多くの中小業者や市民、もしく
市民はもし 10% になれば店を閉じるかもしれない、これ以上増税されれば仕事がなくなって職を失うかもしれないと知りない、今でも大変なのに家計のどこを切り詰めて暮らせばいいのかと悲痛な声を上げています。消費税は小規模零細業者ほぼ価格に転嫁できず自腹を切って支払っています。業者の中には支払いができず滞納しているかと思います。今日のような経済状況の中で 10% になれば中小業者の市民の消費はさらに落ち込み、柏崎の地域経済は大打撃を受け、景気がますます悪化します。事業所で働く労働者の賃金抑制と雇用不安につながり、柏崎市の財源にも深刻な打撃を与えます。柏崎商工会議所の6月期の早期景気観測調査 DI によれば、全産業でマイナス 19.9 と悪くなっています。とりわけ小売業非常に厳しい状況に予測されています。つまり市民の消費支出を抑えている実態が見えています。消費税は高齢社会を支える福祉の財源とすると言って導入されましたが、年金制度改悪、医療負担の増、年々悪くなる一方で進んでいます。財源再建の財源として税金の使い道を国民の暮らしと社会 福祉優先に切り替え、法人税率の見直しをはじめ、大企業、高額所得者、資産家に応分の負担を求めることが必要と考えます。中小業者や市民の暮らし、柏崎市の地域経済、柏崎市の財政に深刻な打撃を与える消費税 10% の通称を求める意見書を次回で採択され、政府へ送付されることを要望いたします。以上です。ありがとうございました。以上です。質疑に入ります。はい、はい、高橋ですか。消費税の滞納者なんですが、まあ、私も商売やった頃、なかなかその消費税分負けろとか、まあ、なんかそんなんで年2回だったかな、まあ、支払う時はまあ借金して支払ったんですけど、まあ、当時の経理士がでもまあ借金しても払えるうちはいいけど払わん人がいっぱいいるんだよねなんか言う経理士先生が言ってましたけど、今商工民主商工会での範囲の中で滞納者っていうのかなりいると思うんですけど、どんな塩梅ですか。分かったらでいいです。はい、いやそれをまあ、税務署さんに行って分納したてやら、まあ、話し合いで次は1件2件で払われません、業者が、まあ、数人業者あります。それは あくまでもほら払う意思があるんだけど、まあ、今お客さんからいただいて、まあ、別に貯金しておく方もいるんだけど、やっぱりほら自分の金だねと思っていても、みんな支払いがやっぱり不能なもんで、それ使っているんですね。横領っていうもんだね。だからまあ結局はまあその数字的には私もほら事務の方担当していませんので分かりませんが、そういう状態になっています。言ってみればなかなか中小零細業者ほど、まあ、転嫁ができないというのは一般的にも言われていますし、そういう中で未然に受けざるを得ないと、まあ、いうのが通説にあって、なお消費税といいますか税金の滞納額というのは、まあ、最近では消費税が一番多いんじゃないかという統計もあるようなんですね。そういった点では民主商工会の中でもそれぞれ努力がなされていると思いますけども、まあ、いかんせんこういった情勢ですので、
それぞれの努力以上に、まあ、厳しい状況があると、まあ、いうことだと思うんです。佐藤委員長。私もですね、 5% から 8% というのは結構答えだなという感じがいたしましてですね、基本的な認識はですね、まあ、あの請願者の方と同じだと思います。現状の認識とこのような状況では、まあ、10% はとてもじゃないけど上がるべきじゃないなと。ただですね、これはどうですかね、請願者の方は将来的にも消費税は上げないというふうな考え方でしょうか、それともそれはまた将来将来という考え方のことでしょうか。そこちょっともし見解があれば聞かせて願いたいと思いますが、まあ、安定あ請願者の方にお願いなんですが、挙手の旨あのお名前を言っていただきたいと思いますので、はい、立川さん、立川さん、はい、なんだ、安定的な、まあ、税金に、まあ、なって使っていただけると思って、まあ、私らもほら政府が、まあ、決めたことだし実効性もダメだと思っていたんですが、なんだってほらちっちゃい商売なもんだから、あのそれがスムースにいかないんですよ。だから、まあ、あのその消費税をこのまま、まあ、なくするということはね、でも、まあ、今現在最低でも、まあ、10% にはかなしてもらえたねというのが、まあ、私たちの請願でございます。ちょっと補足させて、持田です。持田議員、あの消費税が将来どうなっていくのかと、まあ、いうことも今後も、まあ、議論があるところだと思いますし、まあ、それは先ほど言いましたようにそもそも論に関わってくる問題だろうと思います。でなお、あの安定的な財源に消費税だという、まあ、これは国会で決めることですからね、そういう政党もありますが、それが消費税なのかというとやはり議論があるところだろうというふうに思います。そういう点で現在この 10% にしていいのかどうかということになりますと、これは日本の経済にとっても国民の暮らしにとっても、まあ、中小企業者にとっても大変な事態になるのではないかなと、まあ、いうことで、例えば政党の話を出しますと、民主党さんや維新の党、次世代の党、みんなの党、それから社民党、共産党、まあ、これらの党は現在の実態や世論の動向などから今挙げるべきではないと、まあ、いう主張がいろんなところから出ているというふうに思っています。審議委員。まあ、あの消費税に関して言えばね、まあ、いろんな議論は あるでしょうが、皆さん方が言ってるその景気景気という話にしますとね、金利との関係から言った場合に肯定具合ですね、金利の今いわゆる金利は非常に低いわけですよね、まあ、住宅金利にすればもう 1% ちょっとぐらいですよね、今までにないぐらい金利が低いで、いわゆるそれはあの企業の皆さんも設備投資にしようか何にしようか金利が安いからできる部分もあるわけです。金利が上がるといわゆるどういうふうになるかということは当然ご存知ですよね、もうあの商工会の皆さんですから。でそうするとですね、今日本の経済という観点から言ったときにですね、いわゆるその国債ですよね、国債の金利、国債の金利から考えたときに、いわゆる今回、消費税を、まあ、非常に難しい問題だと思いますけれども、消費税を上げなかった場合、国債的には、いわゆる国債の金利がね、上がるんではないかと、いわゆる日本の格付けが下がるということですよね。ということが、まあ、懸念をされているわけですね。で、そうすると今おっしゃってたことが、もっと景気は悪くなるし、逆に言えば個人ももっと住宅ローンを抱えている人たちは金利負担が大きくなる、国も金利負担が大きくなっていわゆる大変な話になる、地方自治体も金利が高くなって大変になる。でそういうことを考えたときに、皆さん方のこのある一面からすれば全くあのそう今おっしゃったことが言えるのかもしれませんけど、他方から見たときに日本の格付けが下がらないと言い切れますか。皆さんが日本の格付けが下がらないと、絶対にそんなことにならないんだというあの お考えがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。すみません、確かです。
立川さん。まあ私らほら、まあうん、まあ私自身もまあ食事は建具屋だしちっぽけな仕事してるし、まああの一応ほらあの組織として今、民主商工系 の、まあ集まりでやってるんで、私もほらこういう専門的なような話になると、私も、まあ、元は職人ですんだ、申し訳ありませんけど、そこまで私も読みねえですって。新外委員、あ、持田議員。まあ、そういうことで、詳しくなってくると、ここから党の関係になりますので、なかなか答えづらいだろうと思いますけれども、まあ、いずれにせよ、それらも含めてですね、総合的に考えたときに、やはり政策的にやはり誘導が必要になるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思うんですよね。ですから、まあ、言ってみれば、今いわゆる国家予算というのが92兆円あって、そのうち社会保障関係費というのが30兆円、それから地方交付税に約16兆円、それから交際費に23兆円使われていて、この3つで、まあ、なんと全体の 73% を占めていて、つまりこの交際費との関わりがどうなるのかと、まあ、いうことがね、大きなやっぱり課題でもあるんだろうと思います。そういう点でまた逆にはまあ、大企業の内部留保というのがまあ一旦言われてますけれども、国家予算の約3倍以上あると、まあ、この辺どうなんだというのがやっぱり業者の中では素朴な疑問で、やっぱり総合的にやはり考えてもらいたいなと、まあ、いうことだと思います。まあ、専門的にはなかなかね、答えづらいところがあるかと思いますので、よろしくお願いします。新外委員。まあ、確かに内部留保に関して言えば多分、今大企業は一番多くなっているのかなというふうに想像しますけれども、これを吐き出せっていうのはいわゆる企業の競争力を落とせということですよね。逆に捉えればね、やはり開発資金だとかさまざまな部分で言えば企業の体力を削ぐという一面もあるわけですよね。だからいわゆる内部留保をね、従業員のためにね使って景気が良くなるようにしろとかって言うんだったらね、まだ話は分かる、ね、内部留保に税金かけて全部それ取っちゃうみたいな話はね、それはちょっと違う話だろうと思いますし、だから持田議員さんもお分かりで総合的に判断をっていうのはですね、これはだから私もさっき言いました国際的にもそうだし、内外の経済的な状況だとか、それから国民の暮らしだとか、そういったことを総合的に判断してですね、そして政府がまあ判断を最終的なゴーサインを出すんだろうと思いますけれども、ただですね、今おっしゃられた社会保障制度の枠組みからいけばですね、私も何回か一般質問で言ってますけど、国もそうですけども、地方自治体においても65歳以上のお年寄りがお一人増えることによって約30万円の社会保障費が上がっていくんだと。でそれをじゃあどこから取るの、どこから持ってくるのっていったときに、地方自治体だけではやれないわけですよね。当然ですけども、やっぱり国からその財源を回してもらわなきゃいけない。じゃあ国はその財源どこから持ってくるんですかっていうまた話になるわけですよね。でそうすると皆さんは大企業なり法人税を上げろと、金持ちからお金を取ると言ってますけども、日本のお金持ちもそうですけど、最近みんな海外に資産を移してるというか海外暮らししてる人多いんですよね。日本に税金払わない、何千万もする車を乗ってても日本に税金を払わない、そういう人たちが増えてきてるんですよ。これ以上税金上げたらね、多分企業もそうでしょうけども、海外にもっとシフトを変えていくでしょうね。そういったことを皆さん方が考えながら言ってるんだったら、まだ私は理解をするけども、そういった全体的なことをですね、この中に盛り込んで、書いていただくんだったらいいけども、ある一定の方向だけをね切り取ってということではですね、なかなか私はこの内容では大変申し訳ないけど賛同できないということを事前に申し上げておきます。はい、高橋。はい、民主商工解散に言っても、まあ、しょうがない話ですけど、まあ新外委員が言われるのも、
ごもっともだし、国の借金もどんどん増えてるし、65歳以上なんかやれと、なんか、自分のこと言われてるんですが、まあ、我々議員を取ってみれば、まあ、みんなあの歳費は全く平等なんですが、5% の時よりか完全に 3% 分はお金が余計に出ていくと、それからさらにまたもう 2% っていうと、去年の差し引き 5% 余計になるんですが、まあ、みんな、なんていうかな、金持ちもその我々貧乏人も全く同じで、食べないでいるわけにいかないし、なんかもうちょっとね、その、まあ、食料品だとか、その生活必需品みたいなものと、まあ、贅沢品ですか、私ら子供の頃はゴルフ道具とかなんかには、なんかあのそういったものには、その課税のあれがシールみたいなのが貼ってあったのを覚えてますけど、なんかもうちょっとその我々はその使うお金が減るで、いずれその世の中が景気が良くなって回ってくるんだろうけど、回ってくるまでとても待ってられないというか、結局は、まあ、私も、まあ、個人的なことですが、女房と、まあ、余計なものはもう買わんことにするしかねえなという、それが、まあ、国民の中でも相当というか 大多数だと思うんですが、まあ上げたら上げたなりに、そのなんていうかな、一律に誰からでも同じというか、まあ、我々当然その豪華な食材とか食事なんかできないけれども、まあ、普通のに食べるものとか飲むものに関してはね、やはりそのもうちょっと手を加えてもらうというか、それがないと結局我々その いずれ私なんかも年金一本の暮らしになっていくわけなんですが、それに応じて何か収入が他に入ってくればいいんだけど、入ってこない、取られるのがいっぱいだというふうなことなんで、まあ、これは国に言うことだけども、何かその辺の矛盾を非常に感じるというか、まあ、かといって国が破綻しても困る話なんだけども、もうちょっとその下々を見ながら、この消費税の制度を作ってくれたらなというふうに思いますね。まあ、質問というか、何かご見解がありましたら。今根本的な話はやめてくれっていう話ですけど、ちょっとあの持ち上げ意見の貴重なご意見いただきまして大変ありがとうございます。当然あの全体がですね、賛成されないところもあるんだろうなと思いますが、先ほどあの新外の方から言われましたように、内部留保にですね、めちゃくちゃ税金をかけて、全部税金で取ってしまうと、まあ、そんな考えは一つもないわけで、この溜め込みすぎたそれを本当数パーセントでもいいから賃金アップに使えと、まあ、いうのは国会でも議論があって、それで安倍首相さんも各企業にですね、赴いて、ベースアップなり、それから賞与なり、それに変えてほしいということで判決されたと、まあ、いうようなこともありますので、まあ、そういったやはり使い方も必要だろうと思いますし、ただこういうふうに内部留保がどんどん溜め込まれるというこの現在の仕組み自体もね、そこにもやはり問題があるのかなというふうに思いますし、さらにあの海外に企業がシフトしているということは、国内にそれだけやはり需要が少ないという面もまた考えられるわけで、やはりこの国内でどれだけ経済循環を良くしているかということも相まって企業が存立するということにも相まるのかなというふうに思うんです。それからの社会保障給付費がですね、先ほど出ましたように1人増えれば確かにそれだけの数字は伸びているんでしょう。で現在もあの今年度で、まあ、全体で社会保障給付費っていうのは年金、医療、介護等ですけどね、115兆円にも上っていると言われていますの で、それがいわゆるあの後期高齢者団塊の世代が最大になるのが2025年で、この年になると135兆円にもなるんだと、まあ、いうことも予測はされています。でそこで今どういう賄い方をしているかといえば、保険で約6割、それから税金、国家の税金ですね、で4割の投入と。でここがまた一つのまた論になるところだと思いますが、ただ国家予算の歳入を見ていますと、あの先ほど言った96兆円のうち所得税が14兆円なんですよね、約14兆円、それから
法人税が約10兆円なんです。で消費税が約15兆円なんですね。つまり消費税が一番多いんですよ。したがって不公平税制っていうのは私たちも先ほど言われたように実態としてあると思うんですよ。富裕層にもう少し頑張ってもらいたい、例えばトヨタにはもっと頑張ってもらいたいというか、トヨタは全然税金を納めていませんから、こういうですねところを直してもらって法人税ではもう少し頑張っていただく、このことが社会保障給付金にも回ってきますし、地方交付税にも関わってくるわけですので、やはりこれは行き過ぎた内部留保、行き過ぎた不公平税制、これやはり改めてもらいたいというのが実証国家の方たちの考え方だというふうに思います。新外委員、持田議員からね、全部税金かけて取るなんてことは言ってない、まあ、まっすぐ取りだと思いますけども、ただ今、固有名詞が出たといいますかね、トヨタの名称が出ましたけども、多分自動車メーカーの中で国内で300万台作りますよって公約してるというか公言してるのはトヨタだけで、他のメーカーさんは国内で何百万台生産するし続けるなんてことは言ってないですよね。まあ、確か今トヨタは生産販売でいけば世界一ですけども、かといってトヨタは日本での責任を放棄してるわけではないですよね。今私はそう思ってます。だからその今野田さんがそのトヨタの名称を出したんでそういう話をさせてもらってるわけですけども、高橋委員がね、その金持ちも貧乏人もいわゆる経済力のある人も経済力のない人もね、食べるものは一緒だしみたいな話があったけども、柏崎市の23年度の決算でいけば、いわゆる市民1人当たり行政コスト40万円ですよね、1人当たりコストがね。それが市民がいわゆる、こういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれませんけども、税金1人40万円払って1対1のサービスを受けているということですよ、平均的にするのね、赤ん坊からお年寄り、老人までの4人家族、平均最近4人家族は平均的な家族じゃないですけども、昔が言うように4人家族だというと最低160万円税金を払わないと一対一のサービスを受けておくことにならんわけですよね。で、そういうふうなね捉え方から見ると、いわゆるじゃあ国民健康保険も皆さん高い高いってよく話を出すけども、国民健康保険料で最高払ってる人たちは83万円ですよね、でそういう人たちが逆に言うと、ある意味で言うと、経済的に弱い人たちを支えてるわけですよ。それが社会保障制度なんだ。だから消費税で全くね、社会保障制度自分たちの負担がゼロだっていうのも、やっぱり私はちょっとやっぱり公平感からいけばちょっと違った話だと思うんですよね。だからそれは確かにそのいろんな形で軽減してあげたり免除してあげたりする必要性は私も当然あると思います。だけど本当にその社会保障制度のあり方とか今後の社会保障制度がきちっと成り立っていくのかということを考えたときに、じゃあ北欧みたいにね、保険料もいらない、すべて国が面倒見ますって言って消費税率 25% だったら皆さんどう言いますか。要するにいわゆる給付とね、時給のバランスと、それと支払い、払うね、払うのと、受け取るというかね、そのバランスもあるわけですよね。で日本は逆に言うと負担率がそんなに国民負担率高い方じゃないわけですよ。それでいて給付の方負担、サービスですよね、サービスを大きくしろって言われる。サービスとその、自分たちが負担する部分のバランスを考えたときに、
日本の国民的感情からいくと日本の政府は中負担中サービスぐらいじゃないとなかなか国民は納得してくれない、高負担 高サービスは国民は納得しない、国民が納得するのは低負担で高サービス、そんなことできないわけですよね。でそういうことを考えたときに皆さん方が本当にこの消費税の問題と、うん、社会保障制度の問題と、経済の問題とということをね、その考えた上でですね、こういうさっき言った側面的な聞き方っていうのは非常にある意味で言うと、国民を惑わせるようなものの言い方だなと、解約だの、言葉がねちょっと私はひどいんじゃないかないう気がしますがね。確かに立川さん、まあ実際私の説明も、まあ、乱暴というか皆さん納得できない、民理、まあ、申し訳ない説明なんですが、現場で実際、まああのあまあ、本当の、まあ、理性ですもんで、ほら仕事は例えば何十万で回してくると、まあ、依頼されて、まあ、契約しましたね。それでおめえさんとか消費税はこれ、まあ、極端には、まあ、負けてくれという、まあ、言い方もあるんですが、そうすると、まあ、あの船の方で、まあ、本当の国税ですからこれは納めるのは当たり前のことなんですが、一度、まあ、例えば全国分け全国問屋さんから仕入れて、それで、まあ、一回で終わらないで、まあ、総金額に対して個々の、まあ、仕入れがありまして、それはどうしても、まあ、私らあの消費税払ってるんですよ。今度は最後仕上がってお客さんの時に請求書を提出するとなると、実際はまあ直接、まあ、個人直接はいただける方がまあ我々多いんですが、下請けになった場合はほとんどはもらわない実利があるんですが、まあ乱暴な言い方で本当申し訳ないんですが、それがあらゆる業者がまあ、そういう状態になってるもんだから、まあ、10% は今でも切ないから困るという、まあ、そういう意見であるのでございます。以上です。いいですか。村田委員。はい。あの、こう、議論する立場にないというか、私も本当に中小企業というか、負けれって言われる方、場面もこの頃よくあるんで、あの、頭の中で自分と自分が喧嘩しているようなところあるんですけども、あの、ま、将来を考えたときに、消費税のアップも必要じゃないかというのが元々の考えがあります。で、ここにも書いてありますように、本当に、内部留保がすごいいっぱいだと、なんでそんなたまんない、ちゃんと設備投資やね、従業員にお金払ったり、例えば非正規を正規の雇用にするとか、そういう面に、ま、回していただければ、まあまあ、もちろんあの株主に配当も多いに結構でしょう、そう儲かった人は税金を納めればいいんですから。まあ、まあ海外投資家みたいなところに利益が回るような時で、それをちゃんと税金で納めてもらうような方法を国はしっかり考えなきゃならないなとは思っていますが、まあ政府はまあこれからいろいろな対策も取るでしょうし、もう上げると決まったわけではありませんので、まあ上げられ、我々が上げられてもいい環境をしっかり整えてもらいたいなというのが今の私の立場です。あのこう議論してもおっしゃることよく分かるんで、あの私の立場はそういうところです。山本委員、今ほどにいろんなご意見をお聞きしてたんですけども、あの感情的にはすごく分かるんですけども、ただあの前もこういった形で、請願が出された時にも5% か 8% でもこういう請願が出されましたし、で今回また 8% が上がってから 10% という意見書が出されたんですけど、例えば政府に意見を例えば述べるといいますか、上げてくださいということであれば、例えばその中小企業の先ほど話が出た賃金アップだとか、あとその景気がもし今良くないという形であれば、経済政策を何とかしてほしいということの私は成果の方がよろしいかと思うんですけど、それに関してはいかがでしょうか。それあの、はい、確かに立川さん、今の緊急の状態の中で、その上げる上げないのに、まあ、あの極端に、まあ、賛否をこだわるんだねけど、要するにほら
今柏木市の場合、今議員さんからもまたお願いしないと上の方へ行かれませんし、私たちは全国の商工団体で国会、消費税お願いの請願書も提出しています。それでもやっぱり上の方でそれは簡単には私らの意向が通じていても簡単には議論すれば一応ダメになっている関係で、これはやっぱり柏木市議会の方に一応とりあえずこれ柏木市は柏木でもってやって、それからまた気になる国の方という関係で来たわけでございます、はい、持田議員、景気を良くしてほしいなんてのは本当にその通りで、私も議会何回もこの経済循環、地域経済循環をですね、良好に備えたいということで様々なですね、言い方もしてますけども、これは国内的にもですね、言えることですし、でしかし現在ですね、消費税が 8% になってどういう状態になっているのかというまた事実もあるわけですよね。でそれも先ほどであったように国内総生産が年率換算でマイナス 6.8% になぜになったのかというここが結局勤労者賃金がこの5月、4月、5月、6月ずっと下がり続けているんですよね。本当は景気賃金を上げたいということで国も動いたんだけども 実態は下がっている。でそこに消費税のまた追いつくというのがあるもんですから、全体的には大幅な年率換算では 18.7 まで落ち込んでいるということまで報道をされているわけですから、またさらにですね、今回急激な円安傾向だということがあって、これはまた家計物価をですね上げる可能性もある。輸出業者はいいかもしれませんけれども、非常にここもですね、こういう今日的には大変な状態になるのかなと心配するものですから、今の 10% はとにかくやめてもらいたい。もちろん景気を良くしてもらいたい。中小業者に仕事を出してもらいたい。これは もちろんベースにある。はい、山本委員。おっしゃること本当に分かります。ただまたこれが 10% になって、また 15%、例えばですね、15% になるとき、また同じ請願が出されるというふうに感じが受けるんですけども、それよりもその方向性をですね、消費税じゃなくて今言われた説明があったように、中小企業の例えばバックアップできるような、制度を作ってくださいとか、賃金を何とか中小企業になっててアップしてくださいとか、で景気の対策を地方にもっとやってもらえませんかっていう、私は請願の方がよろしいんじゃないかというふうにお話しさせていただいているんです。そういう請願も出せる機会があれば出していただきたい。ちょっと関連して関連で新外に今建設業界は逆に人手不足になってるわけですよね。公共事業も出てるんだけども人手不足になってて、なかなか入札も不調に終わるなんていうとんでもない、事態になってるわけですよね。それが私は全て悪いとは言いませんが、その昔、公共事業は悪いんだと言っていた人たちもいるわけですよね。コンクリートから一人と言った人たちもいるし、ね、そういうふうな中でいわゆる公共事業に対して非常にその批判があった。で、いわゆる地方に来れば来るほどですね、ある意味で言うとその工場がなかったり、いわゆる産業がなければね、公共事業で雇用だとかの下支え、経済の下支えをするしかなかった時代もあるわけです。で、そういう中で公共事業は悪なんだというその風潮の中でですね、で今度は今みたいに、いわゆる、公共施設の補修から、いわゆる維持管理から何からやっていかないと非常に危険だというふうな時代になってきて、それをやろうとしても今度は人手がいない。その国の政策もいろいろ間違うこともあるのかもしれないけども、世論がというかミスリードをすることもありますよね、国民の声がということの中で。でやっぱり私はね、何回も言うようだけど、これはそんな簡単にね、
決められるような話ではないと思うんですね、その消費税の問題はね。だから、まあ、私は何回も言って、これ以上もう議論しても多分平行線だろうと思うんですが、なかなか言ってるように、経済対策打てっていう、ある意味で言ったら、地方で経済対策打てって言ったら、今、私は言うように、公共事業しかないところだっていっぱいあるわけですよ。で、そういうことを考えたときに、じゃあ、財源どうする、何どうするって言ったときにね、やっぱり、そのさまざまな形でもって、税というものは必要なわけですよ。で、国はもうそうだし、地方自治体もそうですけども、営利事業やってるわけじゃないんだから。で、そうすると、国民の皆さんから税金を納めてもらって、その税金をどういうふうに使うかってことが問題なわけでしょ。私はそういうふうに皆さんが言うんだったら、まだ話は分かる。だけど、最初からもうやめろみたいなね、話だと、やっぱり、今後の社会保障制度の問題とか、いろんな中で言うと、話が成り立っていかない。こんなふうに思う。ご意見がある。いいですか。持ち上げ、こちら。それぞれ意見があって、例えば、税制度がどうあるべきなのか、社会保障制度がどうあるべきなのか、それから景気対策がどうあるべきなのか、公共事業がどうあるべきなのか、まあ、それぞれみんなのこの軸を立てたときに、いろいろ議論があるんだろうと思います。したがって、そういう議論がですね、ある意味で今、本当に日本にとってやっていく必要があるんじゃないかなと、まあ、いう正直私は思っております。それから公共事業は悪だなっていう、多分政党なんかないんだろうと思うんですけど、これはまあ多分極大だろうと思うんですけども。公共事業の中でも大型不要不急なものがあるんではないかということで、さまざまな住民感情もあるわけであって、で現在も昨日の朝日新聞、まあ、朝日というとまた言われるかもしれませんけども、あんまり良くないんじゃないの、朝日の公共工事無償化16兆円というデカデカ記事が出ていて、また誤報だなんて言わないでよ、とにかく景気対策だと少子で先般誤報の謝罪をしてないじゃないですか。ですから、その辺も含めてですね、やはり議論が必要なのかなと。で、私も公共事業は本当に例えば住宅政策、それから耐震化問題、などなどですね、暮らしに密着した公共事業をですね、先ほどの内部留保じゃないけれども、この辺をちょっと出してもらうことによって、さーっと変わる可能性があると思うんですよね。そうやって国内の経済循環を回しながら、全体の景気を良くしているということだって一つの方向だろうと思いますので、まあ、これは議論があって意見のあるところだと思いますので、まあ、消費税からちょっと離れちゃったんですが、そういうことをやっぱり総合的に考えてですね、10% ありきじゃないと、今何が大事かと、まあ、いうことで、ぜひこの請願への趣旨にご賛同いただきたいなということであります。はい、よし、質疑を終わります。ここで委員会を休憩します。再開は午前10時です。請願者と紹介議員の方は大変ご苦労様でした。大変ありがとうございました。